スピードは株式会社山屋の完全子会社である山屋関西が運営していた種類、食品のディスカウントストア業態である。1999年1月19日に株式会社スピードとして設立。大阪府を中心として関西圏にドミナント出店を行い、焼肉店やカフェレストラン、フレッシュジュース店などの飲食事業も展開。2007年3月には 首都圏にも出店して、急成長を遂げていた。また、多くの店舗では、ダイソー産業との提携により、ザダイソー店舗併設型のダイソースピードを展開し、同業他社と差別化を図っていた。しかし、急激な新規出店などで資金繰りが悪化し、2008年1月31日に、大阪地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、同日に保全命令を受けた。 2008年11月11日に山屋との間で事業譲渡に締結し株式会社スピードを分割会社新たに山屋の子会社としてスピード株式会社を2008年11月20日に設置し証券会社とし2009年5月1日に九州分割が実施された2010年1月1日にはスピード株式会社と同じ経緯で 民事再生法の適用を申請して保全命令を受けた株式会社前田と山屋との間で事業上と締結を行い吸収分割により事業を継承した楽一株式会社に吸収合併され消滅した。なお山屋がイオングループの一員であるため一部店舗ではイオンのプライベートブランドトップバリューの取り扱いも開始されている。スピード株式会社消滅後も スピードは山や関西の下で運営されていたが、楽市とともにブランドの整理が進み、2017年12月31日には最後のスピード店舗だったスピード町を他2店が閉店し、これをもってスピードは完全に消滅した。スピード西大津店2007年12月31日、現在、イコールダイソースピード併設店舗系阪神を中心に 滋賀県、千葉県、茨城県、神奈川県にも出店している。ほとんどの店舗に100円ショップのダイソースピードが併設されているが、大阪府と兵庫県では100円ショップのみの単独店舗も展開されている。ありがとうございます。